ぜひとも皆さん、なんとかこの選挙を勝たせてください。日本の未来のための大事な大事な選挙です。小川敏夫さん、先ほどお話になった通り、熱く力強く私たちの暮らしと、そして憲法を守る、これまでも先頭に立ってきました。これからも立ってくれる、そういう仲間先輩であります。もう一人はほっといても勝ちます。一番じゃないかもしれないけど、ほっといても二番でもいいんですから。こっちは六番に入らないと、六番と七番じゃ雲泥の差なんですから。そうだ、なんとか日本の平和と暮らしを守るための力は小川敏夫さんに結集していただきたい。これが私からのお願いなんです。実質的な賃金はどんどん下がってる、株価が上がってるのに、俺たちの生活はどんどん貧しくなってる。おかしくないですか。さっき凱旋終わって、学生さんが何人か来てくれて、奨学金いくら借りてるかって見せてくれました。お金がなさすぎて、コンビニの廃棄も言っちゃいけないけどもらってるとか、あの賞味期限切れたジュース、余ったジュースを売ってるとこがあって、そこで買ってるとか言ってましたよ。で、奥田さんと、あんたら戦争法案のことはいいけれど、それは俺も反対だけど、奨学金のこととか生活のこともっと言ってくれって言われました。でも俺本当そうだなって思うんですよ。こんなことで分断されてる場合じゃない。会見か誤見かとか今どうでもいいじゃないですか。俺たちの生活のこともっと考えてほしい。やっぱそういう人にもっと俺は政治家になってほしいと思うし、今回も小川さんの議席は失ったくないと思ってるんです。アベノミクスによって今、若者の世代から日本が壊れようとしている。今、私が今取り組みたいのは、若者の世代をしっかり政治が支えなくちゃいけない。今、若者の若い人の雇用の半数近くが非正規雇用になっちゃってる。非正規雇用の人は、正規雇用の人に比べて結婚する率が半分しかない。こんなに若い世代がアベノミクスによって痛めつけられている。私はこの人たちを政治の力でしっかり支えたい。簡単です。派遣労働を法律で制限するんです。もともと昭和の時代、平成の初めまで派遣労働は法律で制限されていたんです。それを取っ払っちゃって、そしてアベノミクスではほとんど自由にしちゃったのがアベノミクス。働く人に冷たいその政治が今若者を本当に深刻に痛めている。私小川敏夫は派遣労働を法律で制限して働く人をしっかり支える、とりわけ若い人が将来の日本をしっかり支える、そういう現役世代として力を持てるような、私はそういう雇用のあり方をしっかり実現して、若者を中心に働く人、生活している人をしっかり支えたい。ぜひやらせてください。そして教育の問題もありました。本当に今貧困な家庭に育ったら、あまりにも教育費が高いんで、子どもたちが、特に貧困家庭に育ったら、子どもたちは大学に行けない。まあ民主党政権時代に高校授業料も無償化ありましたけども、アベノミクスになったらそれを制限しちゃいました。そうじゃなくて、まず高校授業料の無償化から始めて、幼児教育も大学教育も国が負担すると、こういう仕組みにして、教育は明日の日本を支える、そういう人を育てる、教育は国の責任で全部やらせるべきじゃないでしょうか。私はそうして教育の面からも、人、働く人、生活する人、そしてを支えてですね、しっかり日本の社会をもう一度力を、しっかり力を備えたですね、社会の活力をしっかり取り戻したい。私小川敏夫はしっかり頑張りたいと思います。若いお年寄りの方も考えてますよ。年金、アベノミクスはですね、物価を 2% ずっと継続的に上げるっていうのがアベノミクスの考えでした。でも安倍さんの口からですね、年金を 2% 上げるって話は聞いてませんよね。皆さん、物価を 2% ずっと上げ続けると、もしそれがうまくいっても年金を上げないんだったら、年金をもらって生活してる人の生活はどんどん切り下がっちゃうじゃないですか。実質的にそれがアベノミクスなんですよ。本当に生活する人を切り捨てるアベノミクス、私はこのアベノミクスはすぐにもやめさせなくちゃいけない。生活する人、まあ、年金は物価上がったら年金も同じだけ上げればいいんですから、そういうことをしっかり私はやって、生活する人を支える政治をしっかり行いたい。そしてもう一つ、ありがとうございます。もう一つ最後に一点、私は国会の鬼検事として歌ってます。私は政治家の不正、あの甘利前大臣のようにですね、自分や秘書が業者から口切りをもらって役所に働きかけて、役所から業者にお金が流れるなんていう、こんな利権不正の癒着の構造は私は許しません。しっかりと断ち切ります。私小川敏夫自身は、自分自身が業界と企業と癒着を持たないために、企業献金22年間これまで一度も1円ももらってません。
そういう私だからですね、こういう癒着の構造に徹底的にとことんメスを入れられる、私は政治家の不正を許さない、しっかり国会では鬼検事となってそうした面しっかり取り組みさせていただきます。皆さん、私約束したことを必ず実行しますので、この参議院選挙どうか皆さん小川敏夫を勝たせてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして小川敏夫本人、皆様とがっちり、はい、がっちり握手を交わして、はい、必ず国会で厳しく追及をし、皆さんの力、そうですね、皆さんの選択を守らせていただく、まあ、2つあって、政策的に2つあって、やっぱ平和を大事にしたいと、今の自民党会見さんはめちゃくちゃですから、そういうふうにならないように、まあ、安保法制の時に十分彼らが憲法のことを理解しなくて僕らの声を聞いてくれないというのはよく分かってるん でそれだけはなんとか阻止したいという思いで全国回ってるんですけど、正直厳しいです。あと4、5席、僕の計算ではあと 4,5 席足りないんです。で、その1議席を無駄にしちゃいけない。1人区はもう A か B かです。自民党を進めるのか野党共闘を応援するのかどっちかしかないんです。これはみんなが選挙に行ったら簡単に 5% ぐらいひっくり返ります。あと 4,5 席足りないんです。よろしくお願いします。で、もう1個は生活の問題で、18歳選挙権とか言われるけれど、全然若者の政策とかアベノミクスは成功したかどうかの話ばっかりで、自分たちの生活の実態の話がなくて、でそういうことをやっぱ語られないと気持ちが離れていくってもすごいよくわかるんですね。なんで今こういうような経済成長 その大企業に優遇の話じゃなくて、やっぱ自分たちの生活の実態を底上げするような経済政策をやらないといけない。でそれはやっぱ自民党じゃなくて今の野党の方ができると思うんで、本当に勝たせてください。勝たせてくださいっていうか、俺たちが勝つんですよ。これは自民党が公明党が組織を動員してやる選挙か、本当に地方の選挙をたった数十人とかで回します。あなたが動いたらもしかしたらもう数百票変わるかもしれない。その積み重ねが選挙結果を左右します。東京の人だけじゃなくて、小川敏夫さん俺本当に応援してますけど、全国の人たちが動くのも大事です。よろしくお願いします。